花束の贈呈を行いたいと思います。プレゼンターは、はい、プレゼンターはジュニア時代から先輩たちを共にし、昨年9月に引退された奈良くるみさんです。小さくて、フットワークというところは非常に重要なところなんですけれども、ニューバランス様の、シューズで、コート上を、少しでも早く駆け回って、こうやって、いろんな舞台で戦うことができました。本当にありがとうございました。自分の、テニス生活の中でも他にもたくさん、スポンサーの方々だったり、ジュニアの頃から指導してくださったコーチの方々、トレーナーの方々、本当にいろいろたくさん支えてくださった方たち、そして、今まで応援してくださったたくさんのファンの皆さん、本当にありがとうございました。そして、今日両親も来ているんですけど、家族、本当にテニスを始めた頃から支えて今までもらってきました。本当にありがとうございました。そして今日ちょっと驚いたんですけど、奈良くるみ選手、くるみとはずっと、ジュニアの頃から一緒に戦ってきて、ジュニアの頃は私にとってはすごい、目標にする存在で、プロになってからもお互い、切磋琢磨し合いながら、お互いが、頑張ってるからこそ自分も頑張ろうというふうに
思えた存在でした。本当にありがとう。少し引退に至った経緯についてお話しできればなと思っております。引退を決めた一番大きな要因としては腰の怪我になります。で、先週生活を しながらでも、腰の怪我は何回かはあったんですけれども、去年ぐらいから、少し、頻繁に腰の怪我がちょっと出てくるようになりまして、今年に入って、それがなかなかちょっとごまかせないような状態になってきたといいますか、いろいろな解決法を試みたんですけれども、ケアの面だったりトレーニング面だったり、腰専門の先生のところに病院に行ったりだとか、今年の春にはいろいろな方の助言をいただいて、ちょっと腰サーブのフォーム、サーブで一番ちょっと腰に負担がかかるということで、いろいろな方に助言をいただいてサーブのフォームの改善をしてみたりだとか、いろいろな、アプローチをしてみたんですけれども、それがなかなか、高いレベルでのプレーというのが難しい状態になりまして、引退を決意いたしました。で、引退することになってから、自分としてどこで最後戦いたいかと思った時に、やはり今まで支えてくださった方たちや応援してくださった方たちの前で日本でぜひ最後を迎えたいということで、木下ジャパンオープンと東レ BPO という大会を、そしてやっぱり自分が WTA の舞台で戦ってきたというところもあるので、そのような大会で終わりたいという思いがあり、今回このような時期に終えることになりました。今は自分としては、そこまで必死に、最大限の準備をして、今一生懸命毎日、練習とトレーニングと治療と、挑んでいるところであります。ぜひ最後まで応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。本当にどれぐらいのプレーが自分でできるかっていうのは分からないですけれども、ただとにかく自分が今できる全てをコートで出そうという思いでプレーしようとは思っています。そして、今まで支えてくださった応援してくださった方たちの前で、自分の必死で戦う姿を見てほしいな。